大谷 m l b 1 5十号 A ロッド超え歴代3位637戦目スピード到達本類ダーに打点で両リーグトップご視聴ありがとうございました素早く最新情報をもらえるようにチャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたしますありがとうございます岸型リーグエンゼルス9-10ロイヤルズ2023年6月17日カンザスシティ エンゼルスの大谷翔平投手十八が17日日本時間18日ロイヤルズ戦に2番 DH で出場。七回一市から中越へで23号ソロを放ち、日本選手では松井秀喜以来史上に人目のメジャー通算1 5十号となった。 球団史上最速の到達で75投塁以上の選手に限れば、打者出場637試合目は通算696本塁打のアレックス・ロドリゲスを上回るメジャー歴代3位の速さ。本塁打に加え、打点でも両リーグトップに立った。3月の WBC 決勝直後、 大谷は少年時代から憧れだったアレックス・ロドリゲス氏から質問攻めにあっていた。同じフィールドでインタビューを受けているのが正直信じられない。自分はそういう立場になれるように頑張りたい。揺るぎない決意とともにシーズンに臨んだ。夢は現実となる。舞台は3ヶ月後のカンザスシティ。革新歩きしながら気持ちよさそうに打球を見つめた。七回一死。 捉えたのは初級のチェンジアップだった。打球速度110マイル約177キロ、打球飛距離437フィート約133メートルで、軽々と中堅を超える23号ソロ。節目の数字を打ててよかった。明日151号を目指して頑張ります、と語るにとどめたが、球団最速637試合目。 投手のみの出場を除く、で150本塁打に達した。m v p 三度の同僚トラウトの701試合や、日本勢最多175本塁打した松井秀喜の988試合を更新した。現地放送ではカンザスシティ名物を引き合いに、日本語で、このバーベキューはいいですね、と興奮気味に実況。ホットなフレーズは SN、SNS 上でも話題を呼んだ。 スピードとパワーを兼備するレジェンドに肩を並べた。637試合目での1 5 5 75盗塁達成は696本塁が329盗塁のロドリゲス氏の646試合を上回る R。史上最高の中堅手と名高いザキャッチウィリー・メイズ598試合。 史上初のシーズン40本塁打40盗塁を達成したホセカンセコ630試合に、つぐれき第3番目の速さ速さ。23本塁打は独走体制に入り、56打点も両リーグトップに並んだ。長打率、オックス、投手としての被打率も同一位。今季自己最長の14試合連続安打という絶好調ぶりに、トラウトも、 打席に入るたびに策声を放つチャンスがある、とうなった。9700、21年の事故最多46本を超える年間51発ペースだ。試合は6点リードの7回からまさかの逆転さよなら負けを喫したが、ワイルドカード争いではプレイオフ4、オフ進出圏内のアストロズとゲーム差なしの勝率一輪差のままだ。 3割ちょうどの打率は1位と1分6輪差の6位。自身初のポー進出だけでなく、3冠無理王の夢も膨らむ。笹田、工事通信員。投打で5、冠無理王谷は、本塁打、打点オックス。超打率、左打率の投打5部門で両リーグ5冠無理。 チーム内でも打率300、10盗塁、6勝、防御率3.29などセーブ数を除き、ほぼ全項目でトップ。両リーグ最長の21試合連続出塁、6試合連続長打を継続中。6試合連続長打アムシキューム支は1901年以降の近代野球ではバリーボンズミッキーマントルビリーワーバーに並び史上2番目。 通算150本塁打達成の最速はライアン・ハワードの495試合。なお、メイズは通算660本塁打339盗塁、カンセコは462本塁打200盗塁を記録したした。大谷翔平のプロフィール。 誕生日1994年7月5日製坂に座出身地岩手県水卓市、現、欧州市、菊池雄星投手に憧れ、彼の出身後、花巻東高等学校へ進学。1年生の秋からエースを務める。2012年夏の甲子園岩手大会の準決勝では、高校生初となる160キロを記録した。